下地みたいな。そうです、はい、はい、上見てください。この目の下もですね、寄りやすいので。これは日本で売ってるんですか？あ、日本で売ってるのはナース。あ、ナーズ、ナーズ、ナーズ、そうですね、ナーズ。あー、これは結構前の、そうですね、ハバンディ系アメリカの。へー、韓国だったら売ってますけど、日本だとこの、なるほど、はい、ナーズで売ってるんだ、ナーズみたいなの、はい、そうですね。でやってパウダーでございますね。シャドウやる前にパウダーで軽くございます、はい。はるみさんが持ってらっしゃるっていう、はい、デイシックのピンクを僕もめっちゃ使ってます。はい、ありがとうございます。なんかマットでめっちゃいいですよね。そうです、はい、結構くすんだモーブピンクみたいなのが結構韓国で流行ってて、うん、なんかでもこれどうやって使ったらいいか結構難しかったです。これ結構難しいです。難しい。あ、でもなんだろう、色入れて難しかったらグレーを入れるだけで今風の顔になるんですよ。はい、グレーを混ぜる。グレーを混ぜる。はい、まあね、モーブピンクって結構ね、ちょっとくすんだピンクとか。くすんだピンク。はい、イメージをしていただくと。難しいっていう時は、持ってらっしゃるパキッとした色味にちょっとグレー混ぜるとか。へー。はい、じゃあ少し薄い色をベースにつけますね。はい、濃い色って結構つけてもやっぱ発色あんまり出ないんですけど、うん、重ねると色味が深みが出るので綺麗ですね。じゃあベースで塗る感じ。はい、まず今日コンタクトも少しグレーが入ってるので、はい、うん、それに合わせて色を合わせていきます。で、この時にさっきライン描きましたよね。はい、ライン描いたところまで、ここまでが目ですよっていうところまでベースの色をつけます。あ、へえ、はい、ラインのとこまで。そうです、はい、ベースつけます。はい、で囲むような感じですね。はい、で目の下も入れます。はい、はい、見てください。ここもラインがここまである、はい、でも私の目は目尻ここで終わってるんですよ、うんうん、ここで終わってここまで1センチ弱伸ばしてるので、この間がやっぱどうしても空いてしまう。素肌そのままだとやっぱライン感がどうしても出るので、ここもこの丸いラウンディングをつなげるような感じで、この三角形、ここですね、軽くベースの色をここに入れます。自然に囲むような感じで。本当に色味がうっすらとほんのりですよね。うん、うん、確かに、うん、で、うん、もう普段だったらこのままでも全然いいんですけど、うんうん、せっかくね舞台メイクですから、もうちょっと色味出します。はい、濃い目の色で。濃い目の色で目尻につける感じですか？そうですね、目尻とまつ毛生えてるところ、うん、締めたいところ、うんうんうん、で目頭も、目頭も濃いのちょっと入れるかな、はい、そうすると色味が深みが目頭と目尻に入るので丸みがより強調されます。へー、なるほどね。ね、小春さんは二重の幅がそこまで広くないので、はい、あの濃い色を入れちゃうとそれが二重が狭く見えちゃうので、わざと、うん、濃い色は入れてないです。なるほど、はい、でも目尻の下もここもですね。ここもちょっと色を入れるんですね。はい、ブ、はい、ここブラウンっぽい。そうです、はい、より深みのある色。へ、うん、女性は目尻と目頭を攻めると女性らしさと深みが出てきます。あ、ここにも入れるんだ。はい、しっかりと。このくぼみに沿って、足りないところに色を乗せて、私の目が自然と延長されるような感じで入れてください。丸い目元をされてる方だと、ここのへこみがキュッとこう 入ってるので、うん、そこを中心に、ここ、外側ですね。
しっかりと私の目が切れ長めになってるよって感じで、ラインのところまで入れるってことですね。そうです、下まで、はいはい、そうすると目が横幅がずくーっとこう、うん、確かに伸びるような感じになります。ここも目尻がね下に少し下がってるような感じなので、はい、下じゃなくてこの上ですね、はい、目を開けてください。目開けた状態で入れた方がいいです。あ、なるほど、そうなんだ、はい、そうです、ここですね、潰っちゃってた、うん、二重の幅のところに入れるって感じですか。うん、延長する感じ、うん、二重は幅は入ってないけどラインここまで入ってるので、二重の幅の上、ここに入れる感じですかね。す、はい、ここに今入れてますけど、はい、うん、本当だ、うん、ここに入れることによって目の目尻がグーッと上に上がる効果があるんですよ、はい、うん、で、なでなでだけで余ったものでつなげる、濃い目でシャドウ入れるよりかは本当に薄い色を重ねて重ねて色を深みを出すのが、はい、韓国のメイクの種類の一種ではあります。ちょっとさ、最後に明るい色をちょっと、うん、そうですね、はい、つなげる感じですね。なじませるみたいな。そうです、そうです、なじ、はい、ませる感じです。じゃ片方もやっちゃいますね。スペースですね。アイシャドウを入れても、うん、後からまたファンデーションとかハイライトで顔を明るくするんですよ。へ、今は馴染んでてでも、そっか、取れてきちゃう。そうです、そうです。ここを白くする分シャドウがもっとパーンと前に出てくるから、このぐらい薄くても最近は馴染みいいですね。で、馴染ませるのがやっぱ難しいっていう方だと、メイクは筆でやってもいいし指でも全然いいんですけど、こうやってポンポンポン置いても大丈夫ですよ。うん、そうすると色味が深みが出てくるので、ポンポンポンと置いて横にスライド、スッスッスッって横、前横前横、こうやってスライディングするだけで色が馴染みます。外国の女優さんみたいですね。やったー、ビッピンさん。いや、これやるだけでめっちゃ綺麗です。どんどん目が大きくなってきてる。うん、そうですね。うん、で、目開けていただいて、こうやって下がり目のところをそのまま反らないで、うん、私の目はちょっと上、上がってるよって感じで。その二重の上のラインのところに入れるって感じですよね。そうです、はい。今日は目の動きを、下がってる目をグーッと上に上げたいので、そこに入れてます、はい、で、ここも下げみたいにつなげて、ちょっと立ちていきます。ここですね。目開けてていいのか、うん、目開けて、
説明したのかな。ところどころでいいですか、ね、ところどころで大丈夫です、うん、ありがとうございます、うん、ちょっと濃い色をこういうところに入れるの知らなかったです、うん、少し深みが出るかしら。すごい明るい色出ちゃってた。あー、まあ、あの明るい色も全然あの目頭に入れることによって華やかさが出てくるんですけど、大人っぽさを出したいときは入れてもね、女性らしさがグッと上がります、うん、なるほど、はい、でこのアイシャドウ入れて、はい、ニコと洗ってみてください。 TWICE なら涙袋なので涙袋すぎます。なるほど、はい、確かにこれはリアルな、本当に TWICE 先生が作ったオンジョンギョ先生が作ったペンシル使ってます。これ私は涙袋のペンシルですか、はい、ですこれ見ていいですか、はい、これ涙袋のペンシルです。これ韓国で売ってますか。これはネットで買いました。買います、これ、うん、9点で9点で売ってます。なんかいろんな種類が、うん、ペンシルあるんですけど、めっちゃこれ使いやすいね、涙袋、うん、でこの中心ですね、黒目中心が一番濃くて左右なじませる感じです。黒目の中心に入れる、黒目の下に入れるんですね。そうですね、黒目の下が一番濃くて左右はちょっとなじませる。へー、わすごい、びっくりした、うん、右今やりました。そうそう、うん、涙袋作ることによってこの縦幅がやっぱ大きく見えますね、うん、全然違う、うん、で、カールさんは私はこの上にも、二重幅の上にもちょっと入れます。二重の存在感をやっぱもっと出してあげたいので、はい、目つぶって大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。で、マスカラやってもいいですか。はい、すごい変わりますね。確かにこれだけでも雰囲気がね、うん、で普段マスカラを全然やるんですけど、はい、つけまつげとかマスカラをやる前にやるラッシュコレクティマスカラです。下地ですか、ね、下地でもいいですか、はい、これもこれです。下地使います、うん、この下地を作ってまつげを、韓国のまつげって一本一本って感じですよね。あ、でも確かにすごいみんな綺麗に上がってる、うん、あれつけまつげなんですかみんな。つけまつげつける方がいらっしゃいます。そう、ね、自まつげでも全然できるので、で小原さん今日つけようかなと思ったんですけど、全然長いんじゃないですか。いきますか。うん、やってみます。はい、足りなかったら出すような感じでしょうか。はい、これを使って、はい、これ日本に売ってるんですか。これも韓国のサイトで買いました。日本で売ってなかったです。最近はでもネットで買えるから嬉しいです。そうですよね、うん、まつげ 2,3 本をこうやって合わせて1本のカルに竹状を合わせる感じですね。へ、うん、で、まず作ります。もしあれだったらピンセットでこうやってくっつけます。はい、
温まります。してみてください。こうやって櫛を温めてまた、すごい。あげます。これすごいですね。そうするとカールが結構上にグッと上がる感じなので、つまなんかいいつまようじってか。そうですね。何でしたっけ、たこ焼き食べるやつ、たこ焼きの串みたいな、うん、そうやってやるんだ、うん、慣れてないとみんな怖いっておっしゃるんですけど、そこ丸みを使って、上に上げる感じ、すごい、はい、髪短くても全然平気そうですかね、大丈夫ですか、なんか大丈夫かな、イメージをちょっと最終的にちょっと共有したんですけど、はい、なんだ、編み下ろしでできるやり方があって、でちょっとそれで分かんない、任せちゃうでメイク自体もあの、はい、ね、合わせてる感じと、あと、はい、ヘアじゃない、ファッションに多分連動していけると思うんで、はい、ごめんなさい、まつげが長さちょっと出そうかなと思ってつけまつげつけます。一本のつけまつげなんですね、すごい、はい、すごい、目頭に今つけてます。これ一本一本のやつなんですか、はい、すごい、一本一本つけるとよりこうつけた感じもしないし軽いし、確かに気になるとこだけつける、うん、そうです、はい、初めてつけた、うん、結構ナチュラルというか自然って言われます。本当だ、うん、ちょっと足りないとことかにつけるのいいですね。そうですね、つけると目の存在感が出てきます。でも女性はまつげ命ですね。本当に。なんか最近みんななんですかね。まつげ、うん、エクステじゃなくて、うん、カールしたまま、何ですかね、パーマ、あ、そう、まつげパーマ、まつげパーマしてる人もすごい多い、多いよね、一回だけしたことあるけど楽ですよね、カールがね、楽だけど、やっぱ長さを足したいときは、こういう一本一本が結構韓国のアイドルメイクで欠かせないアイテムです。へえ。で、みんな、韓国ではソゲティンって言って、合コンみたいなの参加するのに、うん、やっぱこういうサロンで、あ、合コン行く前に、そう、メイクしてもらって行くんですよ。めっちゃ気合い入ってる。そう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 、みんなそういうなんか文化だから、うん、芸能の子じゃなくても、うん、一般の人もこういうサロンでヘアメイクして、そうそうそう、高校行ったりとか、高校行ったりするの、そう、パーティー行ったり、すごい、パーティー行ったり、まずもちろんね、卒業式とか何か、うん、ね、誕生日会とかスペシャルな日も全然気楽に行ってます。へー、うん、それでサロンと違うところが、うん、自分のメイクと違うところがこのつけまつげなんですよ。あ、自分ではできないから、なるほどなるほど、うん、確かに、そこで差をつけるっていうか。なるほど。普段のメイクと。そうそう。みんな友達とか知り合いのお姉さんは、やっぱサロン行って、後からやっぱ連絡来たよって。なるほど。言われます。すごい。アイ
ドルの子たちもこういうとこでメイクするんですか？こうそうですね、うん、韓国はメイクサロンがあるので、へー、メイクサロンに通ってメイクしてもらう感じです。で現場行くみたいな。そうです、そうです、うん、ちなみに衣装に合わせてちょっとずつ髪変えたりメイク変えたりってできますか？あ、できます。でもなんか何タイプ着た方がいいよね、うん、確かに、せっかくだからね、うん、ありがとうございます。全然さすが先生、うん、本当助かる、ありがとうございます。もうしかも何遍にも着れるじゃないこれ、うん、みんな見たいよね。確かに、うん、ありがとうございます、ね、うん、普段メイクしなくてもメイクの話だけですごく聞いてて楽しいもん。面白いですよね、ね、すごい。いろいろ。やっぱ違うところがいっぱいありますね。確かに日本と全然違うかも。うん。やり方が全然違いますね。なんかより作り込むって感じがあるんですかね。うんうんうん、結構作り込みは時間かけますね。もうすごい、全然違う、まつげつけたら、うん、雰囲気やっぱ変わりますよね、はい、あれ、一気にアイドルになりました。確かになんか可愛い感じになった、うん、今まつげつけました、うん、この辺ついてるかな、この目、ね、真ん中とこの 目頭、うん、なんかクリーンとした目が、うん、すごい、うん、で韓国は最近一般の方でもこうやって一本一本買って自分でつける、うん、え、自分で、ね、自分難しそう、すごい、うん、でももう結構皆さんつけたりしてますね。やっぱ目元の印象がね変わってきますので、気にしてください。概要欄にインスタとか載せても平気ですか皆さん？あ、全然大丈夫です。全然全然。ありがとうございます。何してみてください。さん、すみません。邪魔だったら言ってください。あの、前髪。ごめんなさい、一瞬だけ。あ、はい、すみません、ちょっとやっちゃいますね。まつげ一瞬だけ。ごめんなさい、全然全然やっちゃいます。やっぱ細かい作業だからあれですよね。すごい、あれですね。はい。してみてください。一緒だけ、ごめんなさい、これやってみてください。すいません、はい、してみてください。ちょっとね、インナーを埋める感じで。はい、先生大丈夫です。ありがとうございます。すごい完成ですかね、目。うん、では大体、うわ、すごい、うん、目、つけ終わりました。前もクリッとした、うん、すごい、ナチュラル、めっちゃ自分のまつげが、うん、軽いですよね、目尻だけちょっと、すごい、うん、目尻を短めでちょっと完成させちゃいます。はい、
結構アイドルにつける時も一本一本あるので、こうやってしてみて、開けてもらって、この段階を何回も、はい、なるほど、見ながらやってみます。じゃあみんなまつげパーマとかまつげエクステとかしてないのか、あんまり。あんまりしてないですね、韓国は。夏パーもしてないんですよ、うん、みんな。そっか。この状態でファンデーションやって、アイシャドウやりますね。はい。すごい。ファンデーションですか。はい、これはリキッドですか。はい、リキッドを上から付け足してます、うん、でコンシーラーか、うん、まあ本当にファンデーションか、こうやって明るさをもう一回出していきます。ちょっと明るめのファンデーション。はい、そうです、はい、本当にアイドルさんはフレッシュな顔が命なので、うん、なくさせていきます。すごい、すごい、めちゃめちゃ変わります。めっちゃ変わりますね、うん、これだけでも。なんか藤さんもインスタって やってらっしゃったりします。あ、やってます、やってます。本当ですか。ちょっとメンズ専門の方になっちゃってるんですけど。あ、そっかそっか、うん、なんかもし載せた、うん、なんかあれですかね、もしかして美容室の方のがいいのかな、あのなんかホームページとかの。ああ、そうですね、美容室のやつの方がいいかもですね。はいはい、あ、わかりました。うんうん、じゃあそちらを。ノムエプダー。ノムエプダー。エプダー。かわいい。かわいい。あ、嬉しい。いや、これだけでもめっちゃ綺麗ですよ。え、嬉しい。うん、いやー、再デビューできます、ね。ちょっと、あとでかわいい、うん、あとで小林先生の手がこうあったらもっとね、うん、いいね、うん、かわいいですよね。じゃあ仕上がりに入っちゃいます。肌やったら全然違う、なんかすごい、うん、でもやってそこまで塗ってる感はないですね、うん、ナチュラル、うん、そうなんだよね、不思議。日本のメイクさんをこれやるとバカ殿みたいになっちゃうんだよね。確かに、やっぱ作り込んでるけど、うん、ナチュラルみたいな、うん、なのでいろいろやるけど、うん、量で調整してるんですよ。すごい、うん、韓国の女優さんとかは結構割と塗ってるんですか。あのベースをすごく、肌命なので、うんうん、ベースをすごく大事にします。時間かけます。で薄くをもう何十回もやるぐらい重ねて重ねてやっておりますね。すごい、なんかメイクするとこのコンタクトも馴染んでくる感じがする。そうですね、すごい。
シークですかね。はい。シーク塗ってます。うん、アイシャドウのオレンジとピンクを混ぜてチークとして使ってます。はい。こんな感じですね。マリさんは眉毛も綺麗です。本当ですか？やることがない。綺麗すぎて。嬉しい。ただ最近眉毛はカットしたんです、若干。ああ、綺麗です、綺麗です。なってたりしたね。最近、ワックス脱毛をされたんですね。そうなんです。綺麗です。で、まつ毛一本一本生かすメイクがやっぱトレンドですので、これは中の、何ですか？名前使ってありますけど、中の透明な眉ブラシ、はい、眉毛にもそうです、マスカラみたいなのそうですね、透明な、はい、透明なものなので、このまつ毛ここにですね、このコーティングする感じで、おかしいような、そうするとまつ毛がやっぱ一本一本の流れが綺麗に見えるので、あ、眉毛、はい、眉毛、ね、眉毛洗練された感じ、すごい、初めて使った、目頭上がってると可愛いですよね。うん。本当だ。ね。本当なんかくっきりしますね。うんうんうん。こっちへ塗ってます。こっち塗ってない。うんうんうん、これ日本で売ってるんですかね。どうなんだろう。ネットかな、やっぱ。ネットですね。ただ日本でもたくさんのメーカーさんが透明なあこれ眉マスカラを売ってるので。うん。良さそう。うん。うん、リアスを生かすときにはいいですね。うん、すごい、うん、かわいい。ちょっと眠くなっていっちゃっていいですか？あ、いっちゃっていいです。すいません。はい。リップでーす。ちょっとオーバーリップで。フィニッシュルです。ざっくりですね。自分がなりたい大きさ決めてから。全部くっきり描かなくても、足りないところを描く感じ。なるほど、うん。私どこを大きくしたらいいとかありますか？最近は、この山。山のところ少しオーバーリップにした方が人中が短く見えて若々しく、なるほど、うん、ここをちょっとオーバーリップに、ここ人中が長いとどうしても年取ってるように見えちゃうので、なるほど、へ、人中短めにした方が童顔顔になります。へ、
はここが少し長さがあるので、うん、丸さんはもう少しここに、うん、厚さ厚み作ります。ちょっと上と下もやった方がいいですね、うんうん、そうですね。あ、もう全然違う、うん、下が後ろもうちょっと今ちょっとオーバーこことこうオーバー気味にしたら、うん、ふっくらして見えます、うん、すごい少しピンクくすみピンク塗ります。これもスルーシー、あ、これはロームだ、ロームの、うん、リップです、はい、すごい可愛い、なんかくすみピンクみたいな、そうです、はい、くすみさんなんだそう、今前は自分で言ってて、くすみピンク、流行る流行ってるんですかね、こういう色。そうですね、今トレンドの色ではありますね、一番ね。なのでなんかすごいこのリップ、うん、可愛いですね。うんぱんぱしてください。でさっきペンシルに描くのが苦手って方は自分でうんぱんぱするときにオーバーして、そうです、上までも行っちゃってください。もっと行ってくださいそうです、こういう感じでオーバー目でやっぱやっちゃうと跡がつくから、その後にこうやって色をつければオーバーリップ自然にできます。でもこれだけでもめっちゃ可愛いですよね。本当だ、全然違ううん。で指でこうやってぼかせばオーバーリップにもなるので、ちゃんちゃんちゃんって。で韓国リップは1回だけではなくて2度塗り3度塗りしてください。うん、で2度塗りの時は唇の真ん中だけ。あ、へえ、はい、そうするとグラデーションみたいな、はい、そうです、その中がね血色が生まれてきますので、ちゃん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 、内側に、うん、内側にちょっと濃い色入れる。そうです、そうです。うん、上も 2色使うんですね。2色、うん、1色を2回、2回、うん、最初は薄くベースに塗って、うんうん、2回目3回目は唇真ん中だけ塗ります。で指でもこうやってね、ちょん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 って、すごい、はい、うんぱんぱしてください、はい、で細かいところはペンシル使います。もしこういうアイシャドウブラシとか、こういう、これリップブラシですか。そうです。初めて使ったこういうの、はい、これも韓国のサイトで購入しました。韓国で初めて見ました。めっちゃ使いやすいです。なんか結構普通のリップのやつ、なんかこういう、うん、こいいですか、なんかこういうの多いですよね、こういう普通の。そうですね、平べったいものですね、うんうんうん、こんな立体的なチープなやつみたいなあれ、はい、すごい。これはスムージングにできるので、リップがなんだろう、マットに仕上がったりとか、ふわふわ、粉っぽく仕上げてくれるので柔らかい質感に変わります。すごい、うん、こうやってスーってなじませるだけ。これ欲しくなりますねそうです、うん、安かったんですけど時間はかかりました届くのに届くのに結構かかります。韓国メイクではあるんだけど、うん、韓国メイクってどこで買うのが一番いいんですか。サイトってか、なんか どこがいいんですか。9点なんだ9点かシノークモのお店に行って。あ、シノークモの店、うん、へえ、なるほど、やってみよう、うん、で、さっき二重、はい、涙袋のところにパールをつけます、うん、へえ、キラキラの、かわいい、はい、あ、ここにつけるの。そうです、そうです、はい、本当で。で、最近ポイント、韓国メイクのポイントは、うん、昔は結構ラメなんですけど、うんうんうん、こうやってラメのイメージある。そうです、こうやって粒の大きいラーメンいっぱい使ってましたよね、うんうんうん、でも最近は細かいパールに変わりました、うん、へー、うん、そうなんだ、はい、結構キラキラしてるイメージあった、目元が。そうですよね、うん、なので最近はちょっとね、パールも変わってるので、へー細かいのになったんだ。そうです、細かいのを丁寧に1点か2点ぐらいポンポン、へー、うん、あの全部まぶたにバーって塗るわけじゃないんですか。そうです、そうです、もう計算して塗ってるかのような感じでちょんちょんって、へーなのでより細かく綺麗になりましたね。涙袋に今、うん、これも黒目の下ぐらいに。そうですね、下にふっくら、あの涙袋ってやっぱり立体感を出したいので、うん、そうすると黒目の下に広げるよりかは黒目の下を一番厚みを持たせます。
5、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 
上も 2,3 本こうターブにしてやってもいいんですか？はい、そうです。なんか最近のまつげはバサバサよりかはこうやって束にした方が隙間があった方が今風です。なるほど、おしゃれに見えます。何本かを1個にキュッキュッキュッって、はい、ピンセットでギュッギュッギュッとした方がいいんですか？そうです、そうです。自分でやるときはね、まあね、結構ここら辺はまつげがパサパサっていっぱい入ってらっしゃるんですけど、うんうん、その 2,3 本を1本にしたいんですよ。先調をこうつなげる感じ、それで1個をで 2,3 本つなげて真ん中に1個を先だけつける感じの方がいいのか。そうですね、つけた、うん、先につけていただいて上はなじませる感じ。なるほど、なるほど、本当だ、綺麗、うんうん、マスカラと自まつげをつなげるためにまたすごい、そのグッズ相当使いますよ。すごい、たこ焼き焼くやつ、たこ焼き焼くやつ、これでやるんだ、はい、すいません。こうやってこう2つをつなげる感じです。でこの状態で毛先をですね、まっすぐにするかカールをするか決めています。毛先を、はい、まっすぐ、まっすぐかカールか、そうなので、この丸いコテも丸くしたら丸くなりますよね。なるほど、これで毛先を丸くするんだ。そう、ここでも曲げちゃう、熱で、うん、これ今まっすぐかな、少し、そうですね、まっすぐ目でちょっと軽、うん、へえ。いつもこの根元しかやってなかったな。自分でもできるかな。できます、できます。私もめちゃやってました。はい、上見てください。はい、これでメイク完成します。はい、メイク完成ですかね。メイク完成しました。目もキラキラで、口もここちょっとオーバーリップで。まつげももう一本一本めっちゃ綺麗。すごい、こんなに上がったことないです、私まつげ全部のまつげがってすごい上がってますね、うんうん、まあ、終わってるんですけど、もしボリューム出したい場合は、うん、ちょっとボリューム用のマスカラで一本一本にちょっと上から出してあげます。すごい、うん、これも上がってます。うわー、ボリュームマスカラをしたらもっとバッチリ。すごい、うわー、すごいな、これすごいです、すごいですね、めっちゃ。いいですね、うん、なんかこういう前髪、なんかこう韓国のアイドルの子してるイメージある、うん、ありますね、うん、コテで作るんだ。ブローとコテ、ブローとコテですよね。根元のここがちょっと立ち上げて、そうなんですよね、ここを立ち上げて、根元を立ち上げて、で、あの生え絶対こうピコって絶対
へたれてしまうので、うん、そこをブローで立ち上げてからやってあげると、なるほど、前髪のふんわり感と立ち上がりは生まれてくれるので、固定でこの辺ちょっとニュアンスつけるみたいな、はい、へーすごい、自分でやるときもリバース気味に全体的に巻いてあげると、リバース、うん、後ろ向きに、後ろ向きに、うん、やってあげると、後ろ向きってどうやってやる、自分でやるときはこの挟むやつを後ろ向きに、はい、挟む分後ろ向き、はい、後ろ向きに、後ろ向きに、こうバレルのこの挟むやつを前にやったら、はい、こう後ろに、あーなるほど、やると、はいはいはい、でこっちも前に挟むときは前にやって、そこから後ろ向きにすると外巻きになるんで、そういうことか、そうするとそれを何本かやるみたいな、そうですね、細かく取ってもいいですし、もうお家の場合とかだったらもう顔周りとサイドはひとまとめにしてやっちゃっても全然できます。それなんか何ミリがいいとかあるんですか、長さにもよるんですけど、リアル使いするんだったら太い方がいいですね。今みたいにね、ちょっとこうドラマチックな感じにするときは細かい方がいい、細かい方がいいですけど、普段使いするときとかは結構太めの方がやりやすいかもです。なるほど、へえ、太めですか、可愛いか、いい感じ、ラインを足し、うん、パウダーでもう一回やる、厚さを出して、あの太さかな、濃さを出してる、してる、茶色ですかね、はい、あんまりリキッドでこの目尻やんない方がいいんですかね、うん、あ、リキッドでやる時もあります、うん、ナチュラルだったらリキッドじゃなくてパウダーで、うん、そうですね、スッてやった、うん、しっかりやりたい時はもうリキッド、今日衣装また見てみますね、うん、これで、あ、すみません、ちょっとここのまた後に直すんですけど、すみません、ありがとうございます、はい、うん、じゃあ和田で伊予この先生に渡しました、はい、完成しました、これね、うん、あ、ありがとうございます、メイクとヘア完成しました、合わせ、あ、でも徐々に入れましょう、徐々に入れましょう、こんな感じです、パターンで、はい、わお、かわいい、かわいい、こんな感じです、かわいい、なんかね、せっかくなんで着替えたらちょっとパシャパシャパシャってね、こんな感じです、はい、今最終仕上げしてます、カメラで写真撮影だった後で、すごい、トゥワイス感出てきました、すごいですすごい、変身しました、じゃーん、プロの手を、プロの手を使ってもう大変身しました、ヘアも今こんな感じです、編み込みで三つ編みにしました、で目もこんな感じでキラキラです、どんどんトゥワイスに見えてきてるね、うん、ちょっと見ても違和感が出るよね、めちゃくちゃトゥワイスっぽい感じです、トゥワイスがうん、すごい可愛いですね、こちらブランドはパメオポーズさんのトップスと、アクセサリーはステラハリウッドです、はい、こんな感じです、めちゃくちゃ可愛い、これ水着なんです、上はパメオポーズさんの、下もすごい可愛かったんですけども、上をこうちょっとトップスとしてきました、この後ろも背中がいててめっちゃ可愛い、はい、アクセもステラハリウッドさん、私初めてつけました、可愛いですね、めちゃくちゃジャラジャラです、はい、そして足元はダイアナさんです、めちゃくちゃ歩きやすいブーツです、可愛い
走れちゃうし踊れちゃう。こんな感じです。ヘアチェンジします。衣装変えました。ヘアメイク完成しました。さっきとチェンジしました。じゃーん、アクセもついてます。前髪がユニってなってます。こんな感じ。はい、カルさん。はーい、変身しました。イエーイ。はい、これ、はい、韓国どんな感じですかね。どんな感じですか。どんな感じだろう。すごいゆるい。でもなんかぽいぽいぽいですよね。はい、先生どうぞ。オーバーサイズのオーバーサイズのニット、はい、しかも今シーズントレンドのグリーンに、エレガントにスカートを合わせますね、うん、今までの多分 K-POP スタイルとこれをスキニーで合わせちゃうんですよ。あ、なんですけども最近の K-POP はルーズをエレガントに着るみたいな感じで、こういうフレアスカートを合わせて、その代わりブーツとかでこうモードさ、リボンのついたブーツとかを着て締めるみたいな感じですね、うん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 、やっぱり確かにアクセはパールとかを使ってます。トレンドのかわいい、はい、ゴミュームね。これステラハリウッドさんですよね。はい、かわいい。でも確かに K-POP 感はありますね、うん、でしょ。ブーツもダイアナさんなんですけど、トレンドのリボンを使っていて、しかも美脚ブーツなので甘すぎないっていうのがポイントです。確かにこんな感じになってます。かわいい。はい、普通のパンプス合わせちゃうとただの綺麗なお姉さんなんですけど、うん、あー確かに、はい、これでまた踊ったりするじゃないですか。そうすると確かに、はい、綺麗な足が出てる。あ、なるほど、はい、ちょっとダンスはまだポイントはやっぱりあれですね、はい、あのルーズだけどセクシーな感じ、可愛いんだけどセクシーな感じっていうのがポイントです。はい、甘辛って感じ。そうそうそう、胸元が開いてることによってやっぱセクシーさ、でもいやらしさがないみたいな、うん、かわいい。メイクってポイントどんな感じですか。メイクは、今日夏、グリーン色の服に合わせてオレンジを加えております。はい、リップがオレンジ。はい、リップのオレンジにアイシャドウもですね、ちょっと細かいパールが入ったオレンジシャドウを、はい、のせております。はい、いい感じ。ポーズ目です。うん、すごい大人っぽい感じになりました。ポニーテールで、衣装もこう、ちょミニワンピで変わってます。まだ終わってないですよ、それ。え、あれ首のハッチじゃなかった。やばいやばい、そうなんだ。すごい、なんかすごいぴったりなアクセでした、これが。全くもって、なんか全然違いましたね。そっか、襟があるんだ。襟があるし、はい、これもパメオポーズさんです。かわいい、かわいい。おー、すごい、かわいい、いい感じです。完成しました。アクセサリーはステラハリウッドさんで、ワンピースはパメオポーズさんです。かわいい、キラキラです。はい、靴はちょっと引いてもらって、ダダダダダ、ミニのワンピースなんですけど、靴はダイアナさんです。かわいい、なんかパーティーっぽいですね。一気に大人っぽい。はい、ミニワンピースに生足です、はい、生足です、はい、生足です。すごい、なんか参考でとも全然違った。髪がもかわいい。かわいいですね、そのやつ。後ろがこんな感じになってます。はい、かわいい。やっぱり甘いんだけどもちゃんとセクシーさを出すっていうのが K-POP ファッションの、あ、なるほど、ね、確かに足出してるイメージある、みんな。はい、みんな綺麗。Just happened.